こんにちは、大阪サンスポ川端です。大阪サンスポ山口です。今週は2017年の G1 開幕戦フェブラリーステークスが行われます。早速立冬の調教馬について、追い切りの予想を伝えていきたいと思います。まず僕が注目したいのは、昨年の勝ち馬モーニンです。今日、水曜日ですね、は半路単走で追い切ったんですけれども、4波論50秒4という自己最速時計を叩き出しました。まあ、あの力のある馬ですし、まあ、調教ももともと動くので、時計はあの、まあ、出るかなという馬なんですけれども、まあ、ほとんど、仕掛けるとこなくほぼ馬なりで出しましたし、まあ、余力十分にこの時計を出すっていうところを踏まえてもですね、やっぱり、力があるなと改めて思いました。まあ、あの金層なかなか結果出てないですけれども、まあ、ちょっとそのままレイオーサーであったりというところは、まあレースにての課題とはいえ、状態としてはもう万全の状態じゃないかなと。まあ、この中間フレグモーネがあってですね、しばらく直休休んでた部分もあるんですけれども、まあ、先週今週と、しっかり時計も出ていますし、まあ雰囲気としてもですね、落ち着きがあるということを GM も言ってましたので、そういう面では、万全の仕上がりで臨めるんじゃないかなと。連覇っていうところに関して状態面としては不安ない状態に仕上がったんじゃないかなと思います。もう一頭は、両馬の、ベストウォーリアーですね。これは、ハンドの合わせ馬だったんですけれども、まあ、あの中2周ということで、そんなに強くやらないのかなと思った中でもしっかりいっぱいにやったというところで、まあ、それだけできるだけの状態に回復してるのかなというところをまず評価できるかなと思いますし、まあ形としても優度2馬身半先着という中で、本当あの堅実なタイプで、レースでも、常に結果を出す馬ですけれども、もう引き続きこれも状態いい状態キープしてるんじゃないかなと思いました。はい、山口記者はどうでしょうか。はい、まず僕は、前走の、ね、ネギシステークスが強い勝ち方だったカフジテイクの方を挙げたいと思います。まあ、今日は半路の単走追いで52秒1、12秒4の時計やったんですけども、まあ、非常に回転の速いフットワークで、まああのね、強烈な末足も納得の動きだったなと思います。まあね、調教でもね、いい動きしてましたし、まあ、今日は津村ジョッキーが本番でも乗る津村ジョッキーが乗って、追い切ったんですけども、まあ、そのあたり津村ジョッキーの感触も良かったですし、本番に向けていいリハーサルになったんじゃないかなと思います。もう一頭穴っぽいところで西剣物の負の動きが非常に良かったですね。こちらも半路の単走位だったんですけども、4波論52秒3、12秒1で、ラスト2波論が12秒0、12秒1と、しまいに向けてこう速い時計をしっかり刻めているというのは好調の証じゃないかなと思います。まあ、時計が出る時間帯でもあったんですけども、それを差し引いても好調かなと。で、まあ、もう6歳になるんですけども、コンスタントに使われてて6歳ですけども、まあ、そういう年齢を感じさせない動きで、まあ、ショーの調教師の方も、まあ、そういう同じようなことをおっしゃってて、力は出せる状態にはあるかなと。まあ、相手関係次第ですが、穴馬の一頭として加えても面白いんじゃないかなと思います。以上です。